こんにちは、接続中というふうなね、画面出てますんで、まだ完全に開通はしてないと思いますけども、これ YouTube をねご覧の皆様は、私が無言で待ってると何が起きたんだろうと心配されると思いますんで、とりあえず喋りながらお待ちしております。今日のゲストは佐藤智美さんというね、沖縄の方ですね。今日はですね、沖縄発健康と、まあ、感謝の泉というタイトルでね、今急遽つけましたけども、お話をいただこうかと思います。では佐藤さん、ミュートの解除をお願いします。はい、よろしくお願いします。聞こえますか？よく聞こえますよ。あ、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。雰囲気出てますね、南国の変えました、画面の方。はい、今日はね、金曜日のお昼ということもあって、ほとんどの方は外出中でございますんであ、でもお一人来てくださってますんで、それから YouTube でね、後日これ公開しますので、また多くの方が、100人前後の方がご覧になると思います。まあ、ですので、この画面の向こうに100人ぐらいの方がいらっしゃると思ってお話しいただければと思います。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、まあ、ともみさん。ともみさんでよろしいですかね。はい、そうです。はい、ともみさんとご縁いただきまして、早速こういう場所をね、設けさせていただきました。今日はともみさんの、この南国のですね、健康の秘訣についてね、ドカンと話していただいて、わあ、これもっと知りたいなって方はね、ともみさんと直接の関わりを持っていただければと思います。それではね、いろいろと質問していきますので、順番にお答えいただければと思いますけども、今日は沖縄はどんなお天気ですか？今日はですね、ちょっと午後から曇り空でちらちら雨が降ってきていて、昨日まではすごい快晴の天気だったんですけど、はい、今日からちょっと崩れてますね。全国的に雨みたいなんですけども、はい、私の住んでいる広島も、まあ、大降りでですね、はい、まあ、洗濯物は今日は干せないかなってことですね。はい。まあ、夏が終わると、一気に、こう、気温が下がるところもあったみたいですけども、肌寒いの感覚あります？あ、ごめんなさい。ちょっと音声が、ごめんなさい。あ、肌寒いような感じはありますか？全然ないです。はい。はい、普段からね、東民さんは、まあ、健康ですとか、それから美容に関してかなり意識を向けてると聞いてますけども、まずね、はい、今日ともみさんのことを初めてご覧になる方もいるかもしれませんので、ちょっと自己紹介をいただきたいんですけども、はい、まあ、お名前とね、まあ、ご出身とか、はい、あと趣味や特技などがありましたら、ちょっとお話しいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ私ちょっと自己紹介のパワーポイントを作ったんですけど、うん、はい、すいません。これって、画面共有とかってしてもいいんですかね？いいですよ。あ、これは、あ、こっちだ。はい。よろしいですか？できそうです。で、はい。出ました？はい、出ました。あ、出ました。はい、あ、よかったです。どうぞお聞きください。はい、よろしくお願いします。はい、私は沖縄県の南風町の出身で管理栄養士をしております。歌手のマックスはご存知ですか？あ、懐かしいですね。知ってますよ。あ、知ってますか？はい。同じ出身、地元のお友達で、保育園から中学まで、同じ学校で、はい。はい、皆さん、まあ、同級生といえば、マックスの7しかいないんですけど、はい、世代って思っていただければいいかなと。はい、どうもありがとうございます。はい。で、東京都済生会中央病院というところで、以前は働いていて、で、結婚を機に、沖縄に帰ってきて、おもろ町メディカルセンターっていう那覇の、病院で働いていまして、今は在宅の患者さんとか、学校とか企業さんとかに、検査数値が悪い方に、ちょっと食事のアドバイスをしたりとか、健康についてのお話をさせていただいてます。はい、なるほど。スライドショーは、
まだありそうですけども、一旦この辺までにしておきます。一応自己紹介の。はい。わかりました。じゃあ、このまま画面は共有したままで続けましょうかね。あ、はい、ね。私の顔が出ても、まあ、しょうがないと思いますんで、美しいトウミさんの顔が出てた方がいいでしょう。で、沖縄ね、今いらっしゃるということなんですけども、はい、私2015年にね、沖縄の方に私の運営してる速稼塾の塾生を何人かね、連れて、2泊3日で、ちょっとね、旅行をね、研修がてらプレゼントしたことがあったんですよ。ああ、そうなんですか。で、その頃はね、残念ながら、2日とも曇りと雨で、なかなかね、沖縄の暑い日差しを体験できなかったんですけども、はいはい、まあ、けどね、それから数年経って、2019年ですね、今度はそれから私、結婚を挟んでね、まあ、奥さんと2人で、沖縄の速稼塾の塾生さんが30人ぐらいいるんですよ。はい、で、そちらの方に行って、皆さんにお迎えいただいてですね、楽しい時を過ごしたのと同時に、ひめゆりの塔っていうところ、どうしても行きたかったんで、参りしましてね、そうするとね、うん、私たち花束がなかったんで、行ってみたら花束売ってるんですね、あれね、入り口のところで。売ってました。で、それを、はい、頂戴して、で、まあ、お供えしてですね、まあ、いろいろとこう、喪に服するところと、平和の尊さはね、感じて帰ってきたわけなんですけども、あれから時間が経ってね、また2020年も2021年も伺う予定だったんですけども、ほら、はい、なかなか飛行機の飛びにくい環境になりましたんで、はい、今じっとしてるんですけども、最近の沖縄の状況ってのは、報道で見るとね、かなり危ないんじゃないかなと、医療崩壊じゃないかなってことを聞くんですけども、はい、感染症ですとか、今流行りのね、それから医療体制については、どうですかね、どんな感覚です、今、肌感覚と言いますか、お分かりの範囲でいいんですけど。はい。もうテレビでは結構、もう沖縄、結構感染が多くて大変ですっていう報道がされているんですけれども、うん、はい、私の実感としては、はい、周りはそんなに感染者がいないんですね。学校でもまあ一人出たかぐらいのあれで、うん、まあ一人出たらまあちょっとお休み、一旦お休みでまたちょっと次翌日から再開っていう感じで、はい、あんまりこう感染者がたくさん周りにいるっていう感覚はないんですけれども、ただやっぱり医療関係者、ね、病院で働いてる友人とかは、うん、もう毎日ピリピリしてるっていう感じで言ってますけど、私の周りの感覚ではあんまりそういうのを感じないです。ああ、なるほどね。まあ、実はね、これ、いろんなところで同じような感想があってですね、はい、まあ、東京にしても大阪にしても、報道を見ると、ものすごく怖いんだけども、身の回りに迫ってる感はいまいちないみたいな、ね、うん。一体どうなってるんだろうか、みたいな、うん、ね。なかなか実感が湧きにくいところと、うん、まあ、かといってね、油断もできないところで、うん、なかなか生活様式が、難しいなと思えるところだと思いますけども、はい、まあ、でもやっぱりちょっと心配ですよね。そうですね。やっぱり、まあ、子供たちとか周りのね、おじいちゃんおばあちゃんとかには気をつけるようにはしてるんですけど、皆さんあんまり危機感はなくて、はい、なんか普通の生活をしてる人とか多いですね。はい、そうですね。あんまりこれ言いすぎるとね、医療関係で働いてらっしゃる方と現場にいる方が怒ったりするかもしれないんで、そうですね、ちょっとデリケートな問題になりますけども、ね、でもあれですよね、みんながこう、消毒液使ったり、手洗いとかね、それから咳をね、気にするようになったりとか、うんうん、なんかこう、清潔になったのは全国的に良かったなと思うんですけどね。そうですね。はい。もう今はね、そのマスクせずに歩いたらもう非国民みたいな扱いを受けるんで。そうですね。ありますよね。あとこうね、今回もズーム使わせてもらってますけども、リモートに目覚める方とかができたりとかして、はい、まあ、徐々にね、便利さを使いこなせる人が増えてきたのかなって感覚はあります。まあ、だからなんかこう、トラブルが起きると、まあ何かがこう変化とか進化するなっていうのは実感するところありますけども、うん、あとやっぱり衛生管理とか健康に対して気をつけるところとか、うん、なんていうんですかね、まあ私のね、私48になるんですけども、
まあ、サラリーマン時代といいますか、私、大学出てから7年間サラリーマンしたんですけども、はい。なんですか、38度、9度の熱が出て休んだらもう、しばかれてましたけど。あ、そうですよね。でしょ今は逆ですよね。はい、そうですね。風邪は休む理由にはならんとか言われてた時代から、ね、どうぞ休んでください。はい、割とまともになったところはあるなと思うんですけど、ね。そうですよね。来ないでくださいっていう感じで。はい。はい。あ、一つ今コメントが入ってますので、ちょっと読ませさせてくださいね。はい、はい。コウジさん、本日はよろしくお願いしますと書いてある、その次にですね、私は現在糖尿病でインシュリン、投薬治療を受けていますが、まあ、そのお水を飲めば、HbA1c は下がりますか？あ、ちょっとね、私の難しい、知らない単語だった。はいはい、ちょっとね、先行してになりますけども、お水に関して今質問をお答えいただいてもいいですかね。あ、はい、はい。血糖値の、要は糖尿病の指標になるのが HbA1c っていう、検査項目があるんですけれども、はい、ちょっとまあ、後から私もお話ししようかと思ってたんですけど、じゃあ、ちょっと待ってください。あ、いや、大丈夫ですよ。いいですか？はい、私自身も、実は糖尿病だった身でして、インスリン注射を打ってたんですね。はい、はい、はい。はい。で、どうにかこのインスリン注射を外したい。って思ってですね、うん、はい、いろんな食事療法を実は試してその水を使うことに至ったっていう流れがあるんですけれども、はい、はい、この話に移っても大丈夫ですかね。あ、なるほど。じゃあちょっとその話を少しだけしていただいて、本題は後でドーンとしていただく形でいきましょうか。あ、わかりました。少し、そうですね、はい、その辺のちょっと実は、はい、簡単な説明も作ってきたんですけども、こうしましょうか。今回ね、ご質問いただいてますんで、はい、水によってこの HbA1c、はいはい、これがね、下がるかどうかってことですけども、はい、これは十分期待していいよってことで。そうですね。この水だけっていうよりは、このお水を使って、要はその酵素を作ったりだとか、はい、要は発酵食品ですね、お味噌とか。はいはいはい、はい。そういったのを使うことで、良くなることが期待できるっていう感じですね。はい、あ、なるほど。では、詳細は後ほどがっつりといくということで。わかりました。これはちょっとね、期待して最後まで聞いていただきたいなって思いますね。はい、でね、今ちょっと健康についての話題にちょっとずつ移ってきたんですけども、はい、私はね、こういうふうに思うんですよ。はい、人体ってのは水が、まあ、60% か 70% でできてるよって言われてますよね。まあ、ですので、はい、やっぱりね、水によって健康が左右されるところって大きいと思うんですね。はい、あと食品です。食品の調理にも水をよく使いますから、はいはい、やっぱり水が大事なんだろうなと思いますね。はい、うん、それから食べても飲んでも結局、最後に口の中調整するのはお水一杯飲むんで、はい。ね、お酒が好きな人でも、やっぱり寝る前には一杯のお水飲んで、そうですね、あ、すっきりしたみたいな感じになるんで、やっぱ水って私たちの暮らし、はい、体には切っても切れないところだと私は思ってるんですよね。はい。その辺につきまして、その健康について最も大切だと思うのは私はお水だなと思ってるんですが、はい。トンミさんはどういうふうに考えてらっしゃるのか、ちょっとお聞かせいただいてもよろしいです？はい。久保さんのおっしゃる通りだと私も思っていまして、うん、はい、一応管理栄養士として日本の栄養学を学んできて、ま、日本のその体に入れる栄養素としての知識はすごいあるんですけれども、はい、ま、そういうことを学んでもやっぱり自分が病気になってしまった時に、はい、こういうことよりも、やっぱ基本的な大事なものは何、なんだろうなって考えて、いろんな先生の文献を読むと、やっぱり基本は水なんですよね。うん、で、やっぱりもう今こういう世の中で、きれいなお水を水道水から飲むっていうことが難しい。うん、これは編集でつなげますんで、全然心配いりません。わかりました。
ました。視聴中の方ご迷惑をおかけしました。それではね、健康とお水についてちょっと続きをよろしいですかね。はい。そうですね。どの文献を読んでも、うん、水が大事だよっていろんな先生がおっしゃっていたので、うん、一応、私はいろんな、浄水器を、試してですね、自分の予算内で、はい、あと、家族のためにも、一応、浄水器とサーバーを、使っていたんですけれども、やっぱり、ピンからキリまであって、何十万ってする浄水器もあるので、まあ、ちょっと安いお水を使って選んだ中で、私が今いいなって思うこのお水ですね。はい、っていうのがあるので、それはまた後で、はい、お話ししたいと思います。そうですね。多分水が一番だと思ってます。うん、はい。今日はだから、健康と美容のテーマは、水にちょっとね、集中して、ここからお話しすることになりそうなんで、ちょっと聞いてみたいんですけども、はい、まあ、日本は、まあ、世界的に見ても、まあ、水が豊富な海に囲まれた島国だと言われてますけども、はい、まあ、いわゆるね、本州といいますか、はい、本州という言い方をしたらちょっとね、北海道、沖縄の方にはちょっとね、疎外感があるかもしれませんけども、あえて言わせて、本州にはね、名水と言われるものが各地区にあるんですよ。ありますよね。はい。そうですよね。で、沖縄といえばどういうものが名水があるのかなって考えてみたんですけども、ちょっと思いつかなかったんですけども、はい、水源みたいなものはあるんですかね。あ、一応ですね、湧き水って呼ばれている、うん、まあ、沖縄の各地のこの拝むところに、はいはいはい、湧き水が出るところがあって、それは神様が出してるお水なのでということで、こう手を合わせるところであるんですね、水が出てるところが。ありますね、そういえば。はい、で、かといって、それはやっぱり飲めるかって言われたら、うん、体にはやっぱり直接は良くないお水、要はその周りの土地で農薬を使って植物を育てていたりとかっていうのを、だから飲まないでくださいっていう張り紙があったりですね。はい、なので、まあ、唯一飲めるとしたら、まあ、本当に山奥の、うん、に登って、うんうん、そこのお水を、まあ、いいっていうお水はあるんですけれども、まあ、そこまで行く、ね、時間とエネルギーがやっぱり私たちはないので、やっぱなかなか手に入りにくいので、やっぱ浄水器っていう選択しか、はいですよね。水を通販で買われたりとかいうのも選択肢としてはあるんですか？あ、もちろん、はい、ありますね。はい。でもやっぱり通販だとすごく重いものをドカンドカンと運んでこないといけない。そうですね。ちょっと送料も沖縄別料金だったりするんで。そうなんですよ。痛いところで、はい。はい、にも出ちゃいますしね。はい。ということでやっぱり浄水器がなかなか使い勝手がいいと。はい、そうですね。沖縄の先ほどのちょっと心配な水源でもフレッシュに変換してくれて非常に使いやすい、はい、まあ、いろんな水道のタイプにも合うってことですかね。そうですね、はい。それではね、その水を遠見さん利用されてると思うんですが、はい、一部ね重なるところがあるかもしれません、今までのお話の中で。はい、改めてですね、この水を利用してきて健康とか美容に良かったと思える体験談をね、個人的な体験談、はい、個人的な感想でいいですから、はい、いろいろと厄介な法律がありますんで。あ、わかりました。感想でいいですから、ちょっとお聞かせいただくと助かります。よろしくお願いします。わかりました。私は、まあ、先ほどちょっと触れましたけれども、まあ、管理栄養士でありながら、まあ、糖尿病をちょっと発症してしまいまして、はい、実は、それ以外にもですね、血糖値が高くて、妊娠がなかなかしづらかったりとか、流産を4回ほどしてしまったりとか、はい、あとは、原因不明のアレルギー、もう全身にブツブツが出て、はい、アレルギーが出てしまって、ジンマシンのお薬をちょっと飲んでいたりとか、で、一応私は、
日本の栄養学を勉強してきて管理栄養士までなったので、はい、もう栄養についてはもうプロであると自分で自負してたわけですよ。そうですよね、当然、はい、でも結局こういった病気を持ってしまって、うん、最後にはインスリンを打たないといけない状態にまでなってしまってですね、もうものすごく自分自身が崩れ落ちてし、今まで学んできたものは一体何だったんだろうって、うん、一生懸命その通りに作っても、はい、私は効果が全くないわけですよ。このショックでしたね、それは。はい。で、ちょっともう本当に仕事も全然もう手につかないというか、うん、こんな私がこんな仕事をしていいのかとか、あります。すごい悩んだ時期がありましてですね。はい、ええ。で、私は実は東京都済生会中央病院っていうのは、はい、糖尿病の専門の病院なんですね。日本で。5番目に入る、はい、5番の指に入るという専門の病院で、そこの先生たちはもうテレビとかにも出てる先生たちなんですけれども、要はその日本の、最先端の糖尿病の治療を受けてる患者さんを私は目の前で見てるわけですよね、はいはい、でもそういった方たちがやっぱり、まあ、治る人もいるんですけれども、はい、私みたいにどんなに食事療法を頑張っても悪化してしまうっていう人も見てきてるわけですよ、はいはい、なのでどん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 糖尿病が進んでしまうと、まあ、三大合併症といって、うん、目が見えなくなったり、はい、おしっこが出なくなって透析になってしまったり、あとは手先からちょっと腐ってきて、そうですね、そういった人たちを見てきてしまっているので、はい、私の将来が見えたわけですよ、そこで。はいはい、でこれは、このまま私、この学んできた食事療法をやってしまうと、うん、私はもう、ああなるんだなっていうのが分かってしまったので。分かったですね。はい。どうにかここで変えないとダメだって思ったんですよ、うんうん、はい、で薬とかインスリンを使わずに治療されている先生たちのその本をもういっぱい、うんうんうん、集めて、はい、もう全部いっぱい読んでですね、実践して、読んで実践して、読んで実践してっていうのを試していって、あ、これはよかったな、ちょっと効果出てきたなとか、あ、これはちょっとやっぱり私には合わなかったなっていうのを厳選してですね、うん、自分の血糖値とこう合わせてみな、見て、いろいろ試して、試しても長い年月がかかったんですけれども、うん、血糖値もどんどん落ちてきて、今はもうインスリンなしで、はい、生活ができているので、ああ、よかったですね。はい。なので、この、なんていうんですか、教科書通りの食事療法では治らない病気もあるんだなっていうことを、まあ、自分の体験から分かってですね、うん、まあ、その人それぞれに合う食事療法をちょっとしてほしいなっていうので、今はちょっと患者さんにいろんな変化を、いろいろ試してもらって指導をお話をしている感じですね。あ、はい、まあ、栄養学をずっと学んできてね、そこで、はい、まあ、一通りのプロフェッショナルとしての知識、はい、経験をものにしたけども、はい、なぜか自分はどうもこの健康から離れていったところに危機感を覚えて、はい、で今までの常識を大切にしながらも新しい道を探したところに、はい、まあ、非常に自分の体にあった健康法、まあ、水ってものに出会えたと思いますけども、はい、このね、今回のシステムは、じゃあ、ともみさん、どんな方にお勧めしたいですか？はい、ですね、私が、まあ、そのお水を使った理由がですね、うん、私が今まで試してきた食事療法の中で、
一番体に効果があったのが、うんうん、もう昔から言われてるその古い先生たちの本を読んで実践したこの発酵食品を食べるっていうことだったんですよ。お、発酵ね、はい、はい、なので納豆とかお味噌とかキムチとか、まあ、要は酵素がたっぷり入っている食材なんですけれども、なので発酵食品をもうたくさんお家に揃えて食べていたんですね、日常的に、はいはい、で、この発酵食品が簡単にできるお水があるよっていうのを、まあ、患者さんに教えてもらって、はい、で今のこう酵素とかっていうのが流行ってるじゃないですか、サプリメントとか、はい、通販とか、ね、で自分で作ってる人もいるんですけれども、だいたいあれたっぷりのお砂糖につけて酵素とか作るんですね、はい、で私がそういったのを飲むとどうしても血糖値が上がってしまうので、そういった市販のもそうですけれども、ちょっと自分たちで作る酵素はできないっていうふうにその周りには言ってたんですけれども、いやお砂糖は一切使いませんと、このお水だけでできますっていうこと、もう私はもう何かの冗談を言ってるもんだと思って、はい、もう嘘、そんなの聞いたことないって言って、うん、ちょっと半分笑いながら最初はねはい、ちょっとその作り方の説明会とか、はいはい、行った時に、うんうん、じゃあまずこのお水で作った酵素を飲んでみてくださいってこの教えてくれた方が、うん、私にくれてですね、はい、でもう私はもう全もうそんなことないよって言いながら毎朝ちょっとこの酵素をいただいた酵素を飲んでたら、はい、もう本当恥ずかしい話なんですけれども、うん、私は病気して今まで綺麗なお食事中の方ごめんなさい、うん、便が出たことがない人間、うん、まあ、便秘の人間だったんですけど、はいはい、いろんな発酵食品を今まで食べてたんですけど、ヨーグルトとかもね、はいはい、全然自分が納得してすっきり感があるっていうのは感じたことなかったんですよ、はいはい、はい、いろんなものを試してもですね、うん、はい、でもそのいただいたお水で作った酵素を飲んだ翌日は、はい、もうそれはごめんなさい、見事なとてもいい感じで、はい、はい、でも本当にこう体からデトックス、はいはい、悪いものをこの酵素が出してくれたっていう感覚が次の日の朝にあったんですね、うん、もうそんなに早くね、はい、うん、もうだから もうこのお水は本当にすごいなと、うん、実感してですね、はい、このお水をちょっと使わせてくださいっていうことで、お願いしてでも、はい、で、酵素も自分で作るようにして、はい、やっぱり飲めば飲むほど、うん、日ごとに、今までも体調いいつもりだったんですけれども、うんうん、日に日に良くなっていくっていうのが、うん、分かってきて、はい、でしばらく会ってなかった友人とかに久々に会うと、お肌が全然違うって、はあはあ、もう病気をしてる時はもうお肌も荒れててですね、うん、すごい隠していたんですけども、はい、もう全然、うん、化粧もしなくてもきれいになったよって言われて、うん、はい、やっぱり体に入れるものが違うともうこんなに周りから可愛くなったねって言われるのは嬉しいですけども、はい、自分 で、ね、きれいになったよってこう、うん、自信が持てるっていうか、うん、内面からもう本当ね体の中の悪いものも全部おトイレで流すことができるし、うん、生まれ変わった状態になったなっていうのを感じることができるので、うん、
もう、ちょっとそれはやっぱりいろんな人にもう伝えたいっていう気持ちが、うん、溢れてきて、今はもうちょっといろんな病気で悩んでる人とかに、うんうん、このお水を説明、教えてあげて、うん、美葉さん、喜んでもらっている感じですね。あ、はい。以前のちょっと調子の悪かった時のともみさんをご存知の方だったら、皆さんびっくりされて、その秘密を知りたがると思うんですよね。はい、はい、そうです ね, ね。でも実際ですよ、はい、ちょっと心配だなっていうのは、その、まあ、いわゆる浄水器をつけて、そのお水を飲むわけじゃないですか。はい。で、実際にはね、そういうシステムっていうのは、とても手が出るような代物じゃなくて、まあ、何十万もしちゃったりね、高額で手が出なかったりとか、あとは、最初は安くても、交換するカートリッジが高くて、もう途中で疲れて払えなくなっちゃったみたいなね、そういうのがあったりね、はい、勉強会とか、なんかよくわかんない、セールスのノルマかけられて、そっちの人付き合いが、もうどんどん難しくなって、もうこの浄水器があったから不幸になっちゃったみたいなね、瞬間的には良かったんだけども、長く使えるものじゃないみたいな感じで、がっかりされる方がいると思いますけども、まあ、そういうふうな心配はないですか？全くないです。そうですよね。はい。すいません、意地悪なこと言っちゃいましたけども、多分そうだと思うからね、聞けたんですよ。そんな心配ないと思うから聞いたんですよ。浄水器は、ね、うん、私もいろいろ勉強してるから、いいものがいいっていうのは分かってたので、うんうん、ね、ピンからキリまで、もう安いのはもう何千円、はい、高いのは何十万っていうのがあって、はい、うん、もう、かといって、買える、もう子供たちもいるから、そんな高いお金を出して買えない、そうですね、はい、身分なので、うん、買いたいけど、もううちの予算で合うものをっていうのを、使用しているので、うんうん、はい。じゃあ、まあ、大体どんな方でも、まあ、無理なくね、ペットボトルの水を定期的に買ってゴミを出したりとか、はい、まあ、重いものを持って帰ることを考えれば、まあ、いろんなバランス見て、はい、まあ、さっと入れ替えるだけみたいな感覚で使えちゃったりするような、そんな感じですかね。あ、全然もう蛇口につけるタイプのものなので。難しくないです、つけ方と。全然、この間は、60代のお母さんに、はい、出したらもう全然簡単につけれたよっていう。うん、はい。はい、どんな方でもつけられる簡単なものですね。はい。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。なかなかこの場で商品の説明ってしにくい部分があると思いますけども、まあ、例えばね、はい、やっぱりこう、どっかの会社の商品だと思いますから、はい、それは対面じゃないとダメよとかね、ここは、不特定多数の方に一気に知らせるよりも、順番を追って進めたいわとかね、教えていきたいわっていうこともあると思うんですよ。はい、ですんでね、商品自体の価格ですとか、はい、細かい説明ってのは多分この場ではしにくいと思いますけども、はい、でも興味持ってどうしようもない、話だけ聞いてみたいって方はどういうふうにすればいいですかね。あ、はい、私のメールアドレスか LINE の方に連絡いただきたいんです、うんうん、ちょっと画面共有してもいいですか、ね、はい、どうぞ。はい、ちょっとね、いっぱいスライドショーがあるんでね、これ見せていただけるんでしょ、連絡したら。あ、そうですね、ちょっと知りたい方はいろいろ。これ出てますか、画面見えますか。はい、Gmail はね、はい、WHV5591 というね、はい、これどんな意味なんだろうと気になるようなメールアドレスですけども、下の方の LINE は、アットマークで145、すっぴん美人というふうに読めばいいですか、これ。すごい。違います。すごい、そうです、そうです。本当ですか。いや、もうこれは本当に機械的に、ランダムに選択される、うん、ID なんですけど、はい、久保さんやっぱすごいですね。本当に合ってます。はい。それで神様がつけてくれたんだと思います。すごいじゃないですか。はい、ね。ちょっとね、この連絡先をこのまま表示したままね、私どうしても気になって聞きたいことがあるんですよ。はい。はい、私48歳で、1歳の子供がいるんですね。はい。で、奥さんはとても若いんで、助かってるんですけど、はい。はい、まあ、私自身がね、まあ、男性不妊っていうのにね、かなり、はい、ちょっと壁にぶつかることがあってね。
もちろん不妊の原因はわからないんですけども、おかげさまでこの年で子供を持てたのは良かったなと思うんですけども、うん、さっきちょっと聞いたらともみさんもちょっと流産のご経験されてたっていうふうに聞いたんですね。そうですね。はい。で、それからどうしても気になるのが、その後ね、はい、お子さんに出会えたのかどうかってこと。ああ、なるほど。はい。そうなんですよ。なかなかできなくて、うんうん、で、最初の子は、そうですね、5ヶ月目ぐらいでできたのかな。まあ、順調に、はい、最初の子はできたんですけど、はい、やっぱり血糖値が高いので、うん、すごく、幼児しながらお腹でこう調整をして先生と連携を取りながら出産ができたんですけど、はいはい、2番目の子が全くやっぱりできなくて、うん、できて途中まで大きくなってもう母子手帳をもらっているのに、はい、機械の検診に行ったらもう心臓が止まってますとかっていうので、もうこれでまたなるほどね。ショックですよね。もう、どんどん。これがですね、結局、うん、妊娠して流産、妊娠して流産が約半年ぐらいで、交互に、4連続で来たので、うん、はい、もう、本当に私はもう生きていけないっていうぐらい落ち込んだんですけど。うんうん、そうでしょうね。はい。はい、でも、やっぱり、うん、上の子はね、お姉ちゃんなんですけど、はいはい、まあ、一人でももう授かってるっていうことは、はい、もう神様にそれでもやっぱ感謝しないと、いけないなっていうふうに、こう、はい、自分を奮い立たせて、はい、で、やっぱりその食事療法とか、うん、また新しく勉強して、うん、いろいろ、試して、はい、で、実は、その後、双子を授かったんですね。すごい。はい。おめでとうございます。多分そのね、悲しみが大きかった分、双子っていう命を神様がくれたので、はい。はい。今は合計3人で。いやー、すごいですね。はい。だからちょっとお姉ちゃんと下の子は5年ぐらい離れちゃったんですけど、はい、でもちょうどいいじゃないですかね。はい、もう今お姉ちゃんがお母さんになって下の子たちを見てくれているので、いや、よかった。本当にだから、そう、今ね、不妊で悩んでるお母さんたちにも、うんうん、まあ、私の食事療法とこのお水を、うん、絶対に使って今3人ぐらいに、うん、お伝えしたら一応3名とも割と順調にこう、はい、うまくいってますね。できているので、うん、はい、もうこれ以上の私幸せはないです。このね、自分の体験が人に役に立って、はい、この人たちが赤ちゃんが授かったってね言ってくれたらもう言うことないですね。本当に幸せです。いや、よかったですね。はい、いや、実は私今ね、自分でこの質問してしまったと思ったのは、はい、実は生まれなかったんですっていうオチが待ってるのかなと思って、やばいと思ったんですよ。でも、私なりにね、会話の中で、今は生まれてますっていうのを察したんで聞いてみたんですけども、ドキドキしましたよ、もう、なかなか言わないから。そうですよね。ともみさんの笑顔を見れば、子宝にね、恵まれて、すくすくと育ってるところ、幸せをかみしめてるところが出てますんで、ああ、よかったです。まあ、よかったですよ。なんか、やばい質問しようと思ったですよ。いや、もう本当に、お家にいると、すごいもううるさいので。で、今、9月になっても、ちょっとコロナで延長して、学校のお休みが延長になっちゃったので、はいはい、もうどうしよう、ズームのね、対談もあるのに、この子たちもうるさいのに、どうしようと思って、もう、急遽おばあちゃんにお願いして、はい、ちょっとこの怪獣たちを、どっかに連れてってくれって、ちょっとお願いして、もうそのぐらい元気に育ってくれているので、よかったですね。はい、生まれてきてくれて、もう本当に感謝ですね。いや、気持ち本当よくわかりますよ。私もね、そこまで深刻ではなかったんですけども、私なりにね、なんか、生まれてくるんだろうかって心配した時期もあったんですよ。私が高齢なんでね。うん、
心配ですよね。ですので、本当今は、ありがたいっていうかね、感動しますね。うん、今、ともみさんの話聞いても、まあ、自分のことのようにね、ワクワクしましたね。うん、ああ、よかった。ありがとうございます。ね、まあ、何が原因で健康が壊されていくのかってことは明確にはわかりませんけども、一つ一つこうなんじゃないかな、ああなんじゃないかなっていう可能性を広げていく中の一つに、今回のお水の件があったと思うんですよね。はい、まあ、ですので、いろんなことで迷ってる方は、まずちょっと試してもらいたいなっていうのも私も思いますし、あと、男性でも女性でもね、やっぱ若返りたいって気持ちはあると思います。精神的には若返れますけども、なかなかね、見た目で若返るのってのは、じゃあ気合い入れればそうなるかって言ったらそうでもないんで、いろいろと筋トレをしたりね、健康法、食事療法をやる中で、ちょっとお水も、試してみてほしいなって気持ちもなりましたしね。あと今回みたいな私たちの共通の思い、ね、子だからというものに関しましても、はい、お水は切っても切れないものだと思いますので、そうですね、はい、ちょっと一度ね、ともみさんにお話聞いていただいて、悩みを聞いていただいて、まあ、試してみたらで、ね。はい、分かるところもあるかなと思いますので、そうですね、はい、ぜひお問い合わせがあったらね、はい、親身に、まあ、お子さんの関係もありますけども、はい、またね、ちょっとお預けしていただいて、はい、じっくりと話し込んでいただければと思います。はい、分かりました、はい。連絡先はこういうふうに出てますけども、はい、じゃあ、あと、お話しされることはいいですかね。大丈夫です。もう、今日は久保さんとお話できて、すごく嬉しいです。いつも、お勉強させていただいて、恐縮です。本当に、こんなね、時間を、忙しいのに、久保さん持っていただいて、ありがとうございます。いえいえ、本当ありがとうございます。こちらこそ。ではね、ここまで40分ほどお話をね、させていただきました。で、今日はですね、視聴者さんの方が YouTube を中心に聞いてると思いますので、ぜひここまでね、ご覧いただいた方に、感想とお礼を今日ね、改めてお話しいただいて、連絡先の方は出てたままになってると思いますので、それで最後の、まあ、エンディングにしておこうかと思います。ぜひね、思いの丈を視聴者さんにお話しいただければと思います。今までお話になったこと重なってもいいですから、ぜひよろしくお願いします。はい。私がね、久保さんに、メールをした直後に久保さんからこんなね、貴重なお話をしていただけるチャンスを、いただいて、本当に、嬉しく思っています。ありがとうございます。で、なんで私がこの、お話を、まあ、しようかなって思ったのは、まあ、私がすごい辛い経験を、して、まあ、どん底だったんですけれども、まあ、どうにかもがいて、這い上がってきて、自分がなりたい自分になったときに、今までのこの人生を振り返って、見るともうこれは神様が私にわざとこういう経験をさせて、この経験で人をちゃんと救ってあげなさいっていうことなのかなっていうふうに思いまして、久保さんもね、私はちょっとやっぱり顔出しは恥ずかしいですって言ってたんですけど、やっぱり久保さんの声の後押しもあって、やっぱりこれはちゃんと人に伝えていかないといけないこと、うん、なのかなってこう自分で感じたので、はい、そういった機会を与えてくれた久保さん、本当に感謝しています。ありがとうございました。どうもないです。きっとね、今のともみさんの笑顔を見れば、あ、やっぱ水や健康って大事なんだなというふうに思っていただけると思います、はい、やっぱりね、はい、姿形がないままよりはだいぶ皆さんに伝わるものがあったんじゃないかなと思います。伝わってましたね。よかったです。はい、まあ、これをね、きっかけに、また別の機会も、もしよろしかったら、いただければと思いますので、はい、ぜひ、よろしくお願いします。どんどんね、いいものを広めちゃってください。はい。ありがとうございます。はい、で、チャットがね、今入ってましたけども、LINE 登録をさせていただきましたということでございます。はい。よかったですね。わかりました。じゃあ、後で。見させてください。はい。ぜひメッセージを送ってみてください。はい。そしてですね、
これから、その、私の運営する速化塾ではね、こういった初めての方であっても、どんどんね、ズームライブで、こう、ご紹介していただいて、チャンスを広げて、お互いにいいものを共有していこうと思うんですね。で、今、いろいろと行き来が難しい時代ですけども、逆に、そのインターネットの世界、ズームの世界では、新しい出会いがどんどん進んでると思うんですよ。ぜひね、この波に乗って、普段はね、沖縄と広島行き来や、そんな簡単にできませんけども、今こうやって同じ時間をね、共にしてるっていうことは、きっとここから始まるものがね、様々あると思うんですよ。そして、おかげさまでね、私の動画見てくださってる方も、今日、ともみさんに何人かの方は出会えたわけですから、ぜひこの機会をね、貴重なものと思って、ともみさんに遠慮なくどんどん連絡していただければと思います。はい、お待ちしてます。幸せな、人生をこれからも過ごしてください。そして多くの方を幸せにしてあげてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日は以上でございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました、皆さん。ありがとうございます。ともみさんもまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。